ようございます、ラムネです。はい、今週も1週間の食事 Vlog を撮っていきたいと思います。で、今朝10時なんですけど、朝昼ご飯を食べていきたいと思います。今日の朝昼は、これですね、マウントレニアのノンシュガーコーヒーとおからクッキー2つ食べていきたいと思います。ちょっと味をどうするかなんですけど、じゃあ黒ごまとプレーン食べます。このおからクッキーさ、プレーンが結構多いんですけど、プレーンも普通に大好きなんですよね。なんかバニラ風味があって美味しくない？うん、美味しい。黒ごまからいただきます。美味しいです。これやっぱ水分と一緒に食べるとお腹に膨らむんですよね。とこの後シーン購入品の撮影をするんですけど、めっちゃ久々なんですよね。ファッションのレビュー動画結構やってたんだけど、ちょっとね、お洋服が家に増えすぎちゃって、ちょっと一旦ストップしてたんですよね。2つ目、プレーンも美味しい。あー、お腹いっぱい。よし、じゃあ今日も一日頑張りましょう。はい、ということで、やっと撮影が終わって、サムネ作ったりして編集とかしてるんですけど、夜ご飯食べていきたいと思います。今日はやーん、アナゴ寿司食べていきたいと思います。これね、昨日さ、彼氏と遊んでて家に遊び来てたんですけど、私さ、アナゴ寿司結構好きなんですよ。で、なんか家でさ、海鮮食べたいねって言っていろいろ買ってたんだけど、なんか全部食べきれなくて、明日食べようと思って取っといたやつです。じゃあ、おいしそう。アナゴめんどくさいから、このお皿に移さずこのままいっちゃいたいと思います。はい、じゃあいただきます。なんか今日ね、マジそんなお腹空いてないんだよね。じゃーん、いただきます。うん、やばい、おいしすぎる。なんか最近さ、もう5時とか6時でも結構外明るいよね。嬉しい。真冬とかさ、すぐ真っ暗になるじゃん。真っ暗になると、なんていうの、もう一日が終わったんだっていう感覚に陥って、結構テンション下がっちゃうんですけど、やっぱこう日が長いといいね。最後の一口。あー、美味しかった。今からお風呂入って、ちょっとマッサージとか筋トレして、明日大事な大事な大事な用があるので、備えたいと思います。まだめちゃくちゃ明るいし、めちゃめちゃ早いけど、おやすみなさい。おはようございます。今日はね、夜の8時から9点 の配信番組があるんですけど、そのムーブファッションショーに出るんですよ。そうなので、まあ、8時からなんですけど、ちょっと2時ぐらいからもう打ち合わせになるので、なんかいろいろ準備してたらもう出る時間なんで、もう向かいたいと思います。ちょっとバタバタしすぎて全然ご飯とか食べてないので、で、なんか緊張してお腹も空いてないんで、はい、このまま向かいたいと思います。じゃあ行ってきます。え、ハンバーグ美味しそう。はぁ、ただいまです。今ね、帰ってきまして、ちょっとね、ほんとめっちゃ疲れて、家には10時ぐらいに帰ってたんだけど、ちょっとなかなかカメラ回せなくて、カメラ回したのが10時39分です。もう動けなかった。やっぱ生配信でめっちゃ緊張したから、ずっと気張ってるじゃないですか。もう今家に帰った安心感で、一気にこう疲れが来た感じですね。でもすごい楽しかったから、いい経験ができました。このファッションショーで着たこのお洋服、このベンヒットさんのこのパーカーもらったので、これちょっと部屋着っていうか、まあ外着でも着るけど、なんかこの近所で徘徊する時の服にしようと思って、可愛いから、これ着れてよかった。で、もうお腹も空いてないんで、このままお風呂入って、ちょっと足むくんでるので、ちょっとマッサージして寝ようかなと思います。はい。なので、今日の2日目のご飯はこんな感じでした。じゃあ皆様、おやすみなさーい。おはようございます。昨日ね、ほんと疲れてさ、すぐ寝て、今日休みなんだけど、
10時ぐらいまでもうずっと寝ちゃってました。マジでよく寝たな。で朝起きてなんかお腹空いたなと思ってなんか食べようと思ったんだけど、私いつも家に食料あんま置かないんですよね。基本的にマックス2日分しか食料買わないんで、家に何もなかったんですよ。バタバタ準備してちょっとスーパー行って、やっと今帰ってきました。で、ご飯を食べたいと思います。で、やっぱ朝昼は甘いものを食べるのがやっぱ一番生き返るし、そう、結構それが最近ルーティン化してるので、甘いものを食べていこうと思います。で、まずはこの安定の祝典コーヒーですね。マイルドバージョンです。牛乳入れてマイルドにしてます。ご飯はこれです。北海道チーズ蒸しケーキ。じゃあ食べていきたいと思います。真ん中の北海道のマークめっちゃ可愛くない？毎回思うんだよね。うーん、おいしい。またなんかにやけちゃったコメントがあるんだけど、よく私の食事 Vlog で登場する食品あるじゃないですか。ランチパック買ってみましたとか、でチョコアイス食べちゃいましたみたいなコメント来てさ、可愛すぎて、え、真似してくれてるのそれもっていう。私の視聴者さんほんと可愛いんだよね。これダイエット食品じゃないじゃん。なのにさ、買ってみました、でもめっちゃ可愛くない？もうキュンキュンしちゃった。ほんとみんな可愛い。本当癒されます。で今日はね休みなんですけど、シーンの動画撮ったんですけど、それをちょっと早く出さないといけないので、ちょっと今日中に全部編集してサムネとかも作って明日アップしないといけないので、家でずっと作業したいと思います。はい、ということでペロッと完食したので作業を頑張りたいと思います。で今日も一日頑張りましょう。はい、ということで3日目の夜ご飯ですね。めっちゃ集中して編集頑張ったんですけど、なんとかサムネも作り終えて6時にアップできました。今時間が6時10分なんですけど、夜ご飯食べていきます。で今日の夜ご飯はめちゃめちゃドハマりしてるバジルサラダです。安定になってきたこれ。はい、じゃあいただきます。おいしい。めっちゃなんかすごい眠気と戦ってやばかったけど、練習終わってよかった。お腹いっぱいです。3日目の食事はこんな感じでした。はい、ってことで帰ってきまして、ね、本当眠すぎてやばいんですよ今。本当もう倒れちゃうんじゃないかってくらい、もうめちゃくちゃ眠すぎてやばいので、時間的には今5時なんですけど、もう食べてお風呂入ってもう7時には寝たい。で今日はもう本当ね、食欲ないんだけど一応食べとこうと思います。バジルサラダのミニバージョン。今日ね、夜中の2時からずっと起きてるんだよね。歩き出したのは、4時半とかだけど、なんか眠れなくて、で、やっと今眠気が来たみたいな感じなんですよ。食べたいものもなくて特に。だからもう、とりあえず材料があったこのバジルサラダにしました。はぁ、やばい、お風呂超めんどくさい。すぐ行かないとマジでもう、このまま寝ちゃいそうなんで、頑張ります。ごめんね、今日なんかすごい適当になっちゃった。全然食べてないし。まあこういう日もあります。はい、ってことで4日目の食事はこんな感じでした。おやすみなさーい。おはようございます。5日目の朝ごはん食べていきたいと思います。まずは、こちら、冷たい祝典コーヒーとおからクッキーです。今日は全然水で薄めただけのブラックコーヒーです。いただきます。おいしい。最近ねもうボトルじゃなくてこのコップで飲んでるんだけど、氷入れたくてキンキンに冷えた方が好きだから、最近暑いし、なのでボトル氷入れれないからさ、仕方なくこっちで飲んでおります。ココア味食べます。はぁ、お腹すいた。美味しい。
これこの間キューテのファッションショーで着させてもらった衣装、やっぱ可愛いよねこのパーカー。今日もねめっちゃ忙しくなると思うんですよ。お昼ご飯も食べる暇ないと思うんだよね。次食べたらもう準備して出かけるので、次夜ご飯になります。黒ごま、やっぱ黒ごまが一番好きかも。ってことでごちそうさまでした。美味しかった。今日も一日頑張りますか。では準備して行ってきます。みんなも頑張って。ケーキとくまちゃんのコーヒーボトルが可愛すぎる。可愛すぎるね、めっちゃ可愛い。よしよし、くまちゃんもらいました。ね、なんでこんな曇ってんだろう今日。スカイツリー。じゃーん。ただいまです。今帰ってきたんですけど、疲れてゆっくりしてたんで8時10分ぐらいには家に着いてたんですけど、なんやかんやで今8時40分です。でちょっとたくさん食べてお腹いっぱいなんですけど、最後ね夕ご飯取り忘れちゃってカレーハンバーグドリア食べたんですよ。で結構それがボリュームあってずっしり来たので、一駅前で降りて歩いて帰ってきました。今ねちょっとクタクタなんだけど、まあ、お腹もいっぱいだし、とりあえずお風呂入ってちょっと軽く運動してマッサージして寝ようと思います。はい、もうめっちゃ楽しかった。今日久々にいつも月1で会う友達とカフェに行ってきたんですけど、超楽しかった。行きたいカフェも行けたし、すごい大満足でしたね。ということで、6日目の食事はこんな感じでした。じゃあおやすみなさい。はい、おはようございます。7日目の朝ですね。今日は、昨日のくまちゃんボトルを使って、祝典コーヒー作りました。めっちゃ可愛くない？可愛すぎる。ちょうど祝典ボトルってさ、ちょっと洗いづらいじゃん。だからね、これはちょっと蓋もね、この入り口若干大きいから氷も入るんですよ。なのでちょっとね、しばらくこれで祝典コーヒー飲もうかなと思います。いただきます。これ朝ごはん。蔵前初めて行ったんだけど、めっちゃカフェ充実してて、まださ行けてないカフェがたくさんあるんで、そうそう、これから開拓していこうと思います。マジかわいい。これもう一本欲しいな。で朝ごはん食べようと思うんだけど、これ食べてみたいと思います。これねもらったんだけど、今日賞味期限ギリギリだったんでちょっと食べとこうと思います。あ、美味しそう。この中にチーズケーキ入ってる。ブルーベリーが入ってますね。ブルーベリーが入ってます。いただきます。うん、やばい。え、超美味しい。飲み物みたいに溶ける。私結構冒険しないタイプなんで食わず嫌いが多いんですよ。だけどこうやって普段買わないようなもの、なんか新しい発見ができてすごい味覚広がるっていうか、ありがたい。で甘いからこのコーヒーがさちょうど打ち消してくれてめっちゃ合うんですよ。ちなみに今日ね日曜日なんですけど、今日デートなんですよね。週1さゴリと会うんだけど、一緒に住んだりしてないから、そう週1ペースぐらいなんだよね。今日何食べ行くんだろう。今日外出っぽい。ゴリとも長いからさ、マジでほんと熟年夫婦みたいな
感じなんですよ。特に行き先とか決めないで、だいたい私の家の近くまで来てもらって、どこ行くみたいな感じで緩いんですよね。でもさっき電話かかってきたから、そろそろちょっと準備しないとなっていう感じ。ブルーベリーソース出てきた。やばい、めっちゃ美味しいんだけど、甘すぎてなんか気持ち悪くなってきたやばい。なんかね、もうあとちょっとなんだけどさ、ちょっと気持ち悪くなっちゃったんで、これで終わりにしようかあんまり甘すぎてもダメなんだよね。よし、ってことでちょっと今から着替えたりして準備しようと思います。はい、じゃあ準備ができたので、ちょっと日焼け止めをたっぷり塗って出かけたいと思います。私ね、いつもこれなんだよね、無印の日焼け止め。なんかさ、ポンプ式でめっちゃ大容量だし塗りやすいんだよね。こんな感じで全体的にちょっと塗り込んで、あと足も塗ります。じゃあちょっと出かけてきます。何でしょう。ということで帰ってきたんですけど、今時間が8時20分ですね。で、今から YouTube で筋トレメニューを検索して、はい、1時間ぐらいやろうと思います。で、お風呂入って寝ます。今週の食事はこんな感じでした。ここまで見てくれてありがとうございます。では失礼いたします。